なんだこりゃ。信じられない。これが魔導科学の成果。黒い助の錬金術と最新の動力技術の融合ですか。これが千年にも及ぶという猛襲の果てというわけか。その猛襲が教団という傀儡を生み落とし、あまたの人々を犠牲にしてきた。ああ、そして今もなおキーヤに司法という運命を押し付けようとしている。この場所の是非を問える立場に俺たちはない。だがそれでもこの先にキーヤやアリオスさん、大統領たちがいるのなら、俺たちは何としてもここを突破しなくちゃならない。行こうみんな。過去の猛襲と幻想を打ち払い、今のクロスベルを掴むために。ええ、はい、合点承知だ。準備は万全です。行くぞ。やっ、やっ、行くぞ。さてか。さてと。エニグマ。俺の番だ。行きます。ターゲット詳細表ゲットです。そこだ。私の番です。俺の番だな。させるか。え、やる。行くぜ。そこだ。行くぞ。そう。さあ、やる。守りたい。このクロスベル。行くぞ、みんな。エリア、よっしゃ、よっしゃ、はい、行くぜ、行くぜ。ま、これが実戦の作品ですかね。はい、はい、そこ速攻で蹴りをつける。ステア、任せて。はい、私エイ。俺のパン。任せ。私エイ。マッハ。そこだ。よっしゃ。迎撃か。みんな先に進もう。
行くぜ。行くぜ。任せて。行くぜ。さて、戦闘終了。やばいです。
敵、注意してください。よし、やるや。私の番ね。行くわよ。俺の番。はい、そこです。よし、やるや。私そこ、私そこです。邪魔すんじゃねえ。やべや、そこだ。はい、えい、そこだ、そこだ。任せて。エンデイジネット通したか。行くぜ。これが実戦の策ってやつかな。やる。ほらほら邪魔すんじゃねえ。行きます。行くぜ。はい、そこです。データ収集。はい、そこ。さあ、かかってこい。そこだ、任せろ。俺か。さっか。そこだ、さっか。そこだ、そこだ。よし、と任せて。敵発見、一気に決めるぞ。行くぞ、行くぞ。メテオ、任せろ。任せて。気高しからとなれ。私の番です。私の番です。こんな大技と
こだ、そこだ、そこだ、そこだ、よし、そこ、任せ、そこです、そこだ、ごめんなさい、先に行くわね、はい、みんな、気をつけて、そこだ、はい、おっしゃ、ぜ、そこだ、そこです、そこだ、そこだ、よし、そこだ、任せ、行くぜ、そこだ、そこだ、そこだ、守りたい、このクロスベル、そういえば動力ネットを遮断している制御ターミナルがあるって言ってたよな。はい、その場所のせいで
タワー上層へのハッキングが不可能になっています。そこを解除さえすれば主任がタワー上層の詳しい情報を掴んでくれると思いますが、キーヤちゃんのいるフロアやベルたちの動向も分かりそうね。なんとか抑える必要がありそうだな。確か30階だったよね。はい、つまりこの中枢区画の最上層にあるのではないかと。だったらこのまま上を目指せばいいってわけだ。ああ、気合を入れよう。これまたとんでもない場所に出たな。これは七曜の霊視エネルギー。どうやら上層に向けて吸い上げているようです。あの光に直接当たるとエニグマなどのオーグメントにも影響があるかもしれません。ちっ、厄介だな。見たところ上層に抜けるには光の流れる場所を通るしかない。通るときは一気に駆け抜けるしか方法はなさそうですね。やっ、みんな気をつけて。がっ、ええ、行くぞ。やっ、おっしゃ。はっ、私の番です。分析を紹介します。ゲットです。エンデイジネット投射。俺の番だな。やや、任せろ。だってカフ行くぞ。エト、おっしゃぜ。私そこです。これで一安心です。はっ、もらったぜ。えっ、はい、行くぜ。ぜだって、えい、任せてくれ。さあ、え、そこ行きます。パフ、おっしゃ。任せてきた。私の番ね。よし、行くぜ。はい、リカバーこれすぐに。俺の番。任せて。よし、私のパフ、おっしゃぜ。行くぞ。よし、よかった。そこ、ここは俺たちのターンだ。
ってきやがれ。やっ、私の番ね。やっ、そこだ。俺の番だ。はっ、私の番です。リカバーで大丈夫。行くぞ。さあ曲がり合う。行きます。そこです。俺の番。戦闘終了。全員無事だな。敵接近、狙い撃つ。そこだ。え、
今だ。俺の番だな。行くぜ。任せてよ。行こう。よし。100年早いっつろ。ここは俺たちのターンだ。任せてくれ。行くぜ。行くぞ。ここはもしかして。はい、主任が言っていた制御ターミナルだと思います。早速動力ネットの物理遮断を解除してしまいましょう。いよいよ山場だな。ええ、キーヤちゃんや大統領サイドの居場所もつかめるといいけど。そいつらは放っておいて、問題は31階から上か。どのフロアに誰がいるかとか、
分かりそうにありませんか。ちょっと待ってくれたまえ。おっと、かなりの人間が36階にいるみたいだね。誰なのかということまではちょっと分からないが、36階といえば通商会議で使われた国賓用の控え室のフロアか。そのフロアに大統領やキーアちゃんたちも。ああ、その可能性はありそうだ。上層エリアのロック状況を確認。36階ならここから非常階段で直接行くことができそうです。よし、行ってみようぜ。ロバーツ主任、引き続きバックアップをよろしくお願いします。ああ、上層エリアを調べながらエレベーターのセキュリティ